よい。俺の方が前か。わーい。なん何喜び。わーい。俺の方が前から。顔腹立つ。いやあ新しい競技です。新しい競技です。けん玉を作っていやそれ何それ何え、いやもう気迫が採点基準、うん、もう入ったらそれはもうむしろ100点だけど、最初普通にのっけんの1回目は。そうでミスったらいやあ一回とりあえず普通にやってって、あ、いいね、こうやっていけばね、チェックしてやってって、もう一回、もう一回、そう、いいね、いいでしょ、うん、でも普通に落とす、落とす、はい、もう そこは適当だから、落として新しい競技なんで、落としてからのいやなんだこれ意味が全然わかんない。これ何、けん玉付き選手権、え、何これ、真剣試合ですから今。あ、試合なのか。いやこれ何、どうやってる勝ちなんだよあの綺麗に綺麗、総合的に綺麗かどうかっていう、あ、そういうこと、フィギュアスケートみたいな感じです。あ、点数、ね、あ、点数で決まる、点数で決まる、どんなに綺麗なヤーが言えるか。なるほどね、よいしょ、ヤーマジ、なんなんこれこれ何、これ何、何これ、これ何ヤーあ、そういうのもあるんだ。あ、そうそう、そういうの、ミスからのこうぐるんぐるんぐるん、ミスからのヤー、今結構得点高い。あ、なるほどね、勝手にいやーってやっただけでグルングルンってなったから。あ、なるほど、今結構得点高い。普通にやると見せかけてのヤーがやっぱ一番得点高い。なるほどね、ちょっと失敗しちゃった。ミスからのイライラヤーです。イライラヤー、イライラヤー、イライラヤー、そこちょっと手伝って、感情の表現があるから感情の表現、感情の表現があるから高いよね。じゃあ俺もここに入れるから、うん、こうやって、うん、やもう今すごいね、今入ってすぐ、いやーって入ったのに、いやーって、いやーね、あの、え、何これ、基準が全然、意味全然わかんない、意味は全然わかんない。まあ、なるほどね、今のすごい、今のすごい、これ新しいやつ、怖い、なんか怖いな、これで、うん、こう、あ、見てみてください、はい、普通にすげえ、今、いやーとかじゃなくて、普通にすげえ、いやーあったもうや、あったやつをや、これ何何すか、けん玉やー選手権でした